ゆさです。みです。ピンクラテティビー始まるよ。イエーイ。はい、本日は厳しすぎる高速あるあるです。なんか今話題じゃないけどね、厳しすぎる校則とかね、ニュースになったりすると思うんですけど、なんかどの学校にも一つくらいはこんな校則いるみたいな校則ありませんか？ありますよね。ありますよね。そんな厳しすぎる校則のあるあるを今回私たちが演じて皆様にお見せできたらいいなと思っております。それでは早速やっていきましょう。せーの、どうぞ。見た、面白かったね。ちょっと待って、2人とも靴下の色さ、白じゃないとダメなんだよ、ほら。え、知ってた？え、知らない。え、そうなの？そうだよ。それ関係あるの？え、わかんないけど、なんかお便りに書いてあった。お便り？高速だよりって。うっさ。見てない。見てないよ。え、ここだけ白もダメ？え、ダメでしょ。全部白。うん。なんで？わかんない。関係ある？ないよね。意味不明。いや、ほんと？うん、やった。いい感じ。いい感じ。オッケーオッケー。パレット、え、結び直したら。なんで結び直さないといけないよ。なんで？可愛いじゃん。え、可愛くても耳より上で結んだらダメなんだよ。そうなの？そうだよ。あと、めいちゃんも肩に髪の毛がついたら結ばなくちゃいけない。まだついてないよね。ついてるでしょ。浮いてるじゃん。そうなの？ここだからできる、うん、結ぶの？そう。なんで？わかんない。これも高速？これも高速。お手紙書いてあった。え？うそ。じゃあ高速違反？うん。また？うん。え、マリアちゃんは？結んでるから大丈夫。優等生。あんない。おはよう。おはよう。なんか見えにくそうだね、今日。そう、ちょっと眉毛が。あ、そっちにかかっちゃって。え、整えたりしたらいいじゃん。そうだよ、ダメなんだよ。高速にあるんだよ。え、そうなの？そうだよ。私めっちゃ、あれ？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 とってでも。え、整えた方が絶対いいよ。ダメなんです。え？え、髪の毛などを送るとかやめてない？ね、全然可愛くないんだけど。ね、昨日怒られてたもんね。もうちょっとピンクとかさ、ね、そういうの割にしてくんないと目に合わなくない？え、これもさ、カラフルの方が可愛いじゃん。え、可愛いよね。なんでダメなの？本当に。何？彼氏できたの？彼氏って高速でダメなんだよ。高速で？うん。高速って学校の方に規則の策で、その高速でダメなの？そうだよ。彼氏は？そうだよ。先生いるかもしれないから。え、そんなに厳しいの？そうだよ。そうだったの？うん。彼氏？うん。ボーイフレンド？うん。ダメ。ダメ？ノー。ノー。え？ねえねえ、決心帰ろう。帰ろう。今日ごめん、海君と一緒に帰る約束してくるから。海君って？え、隣に彼氏。男だよね。うん。遅刻でダメなんだよ。異性と帰っちゃダメなんだよ。異性と？そうだよ。同じ学校なのに？そうだよ。え？え？帰っちゃダメなの？そうだよ。え？先生、やっほ。おはよう。この後ね、友達とね、後回しするんだ。友達ってどこの？え？あ、わかんないかな。高速でお泊まりは禁止なの。なんで？え、なんでしょう。わかんない。でも、高速で泊まってるからお泊まりはちょっと禁止だから、もしこのまま友達すれば、生徒指導に。うん。だからお泊まりは今日はやめてください。え、家でもダメなの？ダメ。今日じゃなかったら？ダメ。あ、で、あ。ゆず、今日さ、この後源泉で振り返りに行かない？え、行こう行こう行こう。ちょっと待った。え、この後遊びに行く？はい。あ、ダメです。え、一緒に行く？あ、違う高速で？ダメなんです。え、なんで？高速でお友達と遊んだりするのは禁止になってるので、学校の決まりからダメです。今日じゃなかったらダメです。
先生も一緒だったらダメです。はい、ダメです。ダメか。はい、ダメです。はい、こんな感じでいくつかブラック校則私たちが演じてみたんですけど、多分みんな思い当たるの一つくらいあったと思います、うん、自由な感じがいいね、学校ね。見た目とかの校則もすごい多いから、うん、私たちおしゃれしてお年頃なんだよ ね。だからそういう校則も緩くなればいいなってすごい思ってますね。みんなも思い当たるのたくさんあったと思います。なんか他にもこんな校則があるよとかあれば、ぜひコメント欄で教えてください。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバイ。